外部からやってきた専門の講師なわけやね。で、なんで私は生徒として座ってるんだい？皆さん、こんにちは。ただいまのアイロトーン時刻は2022年11月6日日曜日の午後0時59分です。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ季節の話題でも。今朝は散歩中にキノコを見つけて秋の深まりを感じました。食べても美味しいし、DIY にも使えるし、キノコって最高ですよね。ちなみにこの島に生えるキノコはどれも安全に食べられますのでご安心ください。ですがキノコの判別はとても難しいので、普通は道端に生えてるキノコは食べずに必ず詳しい方にご確認くださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。そういえばあれか、メルヘン仕様のまんまやったっけ私。てか待ってまだハロウィンある。まあ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 、あれよね、結構現実のイベント系でもさ、まだなんかハロウィンイベントみたいなのしよるとこもあるらしいけん、お気にせずお気になさらず。さて、何が釣れるかね。ワクワクしちまうよ。パネパネパネ、こんな壁の色やったっけ。あれ誰の家？おさいさんか。やっほー。よう、あいな、筋肉の調子はどうだの心。いやー、絶賛筋肉痛ですけども。アイラ島にオイラとお前がいる限りこの島の平和は完璧だなの心。めっちゃ風が強いな今日ね。めちゃくちゃ強いよね。超揺れてるんだけども。さあ、それじゃあ若干久々に仕事に行こうかね。あれ、ねえ、レイジ君おることない？久しぶりだね、あゆな。仕事するならまず、たくみさんのとこだよ。なんでレイジ君おるんやろ。めっちゃうるうるしよるけど。え、観光客の一人？レイジ君のお家も作れるの？もしや。それか、ああやってさ、お店出してる子たちもちょこちょこここに遊びに来るってことかな。それは楽しい。あゆなちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。頑張りましょう、頑張りましょう。ちょっと制服変えよっかな。そう、前回変えたばっかのあの制服さ、結局私下書きにいらんって言ったんよね。お仕事コーデを変える。あー、すいません。すいません。最初これやったんよね。たくみライフのムームー。あ、かわいい。これなら1枚で OK やもんね。よしよし。え、頭になんかつけたくないこれ。え、何つけよっか。プルメリアの髪飾り。浮かれてる。白かな？うん。足はこれでいいかな。この辺のは刺繍の靴。かわいいけど。うん、全体的に民族チックな感じにならん？これでいいんじゃない？あ、待って、この辺。フラワーのサンダル。よし、これでいこう。オッケー。よし。じゃあ、着替えましょうか、一回で。やっほー。あゆなちゃん、どうしたの？お仕事する？します。オッケー。お仕事を始めるのね。さあ。あ、これでたくみさんとお揃いか。今日もよろしくー。めっちゃなんか、自分が、バカンスに来た人みたいな格好やけどね。あれ、普通に外に出てきてしまったけど、よかったんかな。特に何も言われてないけんいいんかな。ねえねえ、何しにいるのここに。あ、ねえねえ、ちょっといい？この島の学校でお花の授業をしてほしいって頼まれてやってきたんだけど、学校の場所がわからなくて。あ、先生として？マジで？そういうパターンあるんや。よければ学校まで連れて行ってくれないかな。いいよいいよ。ありがとう。助かっちゃったよ。外部からやってきた専門の講師なわけやね。で、なんで私は生徒として座ってるんだい？はーい、お花の授業を始めるよ。アイナさんも聞いてってね。おう。ねえ、みんな知ってる？赤い花の近くに黄色い花を植えると、オレンジ色の花が育つことがあるんだ。これを花の交配って言うんだよ。
それじゃここで質問です。赤いチューリップの近くに白いチューリップを植えると何色のチューリップが育つと思う？ピンクじゃないの？じゃあ、あゆなさん、ピンクのチューリップ。大正解。赤い花や白い花が育つこともあるんだけどね。お花って面白いでしょう。今日僕の話を聞いてくれた人はお庭を作るときに珍しい花も選べるようになるから。え、何それ？綺麗な花壇を作ったり、珍しいお花で庭を埋め尽くしたいときなんかにぜひ試してみてね。おお。交配したお花同士でさらに交配するともっと珍しいお花が育つこともあるから、チャレンジしてみるといいよ。はい、お花の授業はこれで終わりです。あ、それと自分で手に入れた実のなる木とか野菜なんかも使えるようになるから、いろいろ試してみてね。じゃあこれで本当に終わりです。なるほど、こういうイベントがあるんやね、このバカンスというか、ここの島では。花の交配種が使えるようになった。いろんな植物を配置して庭を彩るのもいいかも。要はこれはここでの仕事で使えるようになったってことやろ。なるほどなるほど、すごいね。んで、どうしよっかな。ああいう感じでいろんな人が先生としてやってきてくれるんかな。お、あった。これはどこかの誰かへ。めっちゃシンプルやね。自分の直感だけを信じて DIY をやってみたんだが、とんでもねえもんが出来上がっちまった。作り方は至って簡単だから、この瓶にレシピを入れておいたぜ。ちなみに不器用でも大丈夫だ。褒められると伸びる大使より。大使？誰だろう。光ゴケのカチューシャ。イエーイ。男の子やと思うんやけどな。都会でスタイリッシュに暮らしてみてえな。みんなで歌って盛り上がれるようカラオケ専用ルームが欲しいな。うんうん。のどかな風景に包まれながら力仕事で鍛えたいぞ。のどかな風景で力仕事っていうのは農業とか。アンティークの家具を揃えて趣がある暮らしがしたいな。難しそうだな。別荘で上級者向けのスポーツジムを始めるぜ。ほうほう、以上かな。なるほど。さあ誰にしましょうか。でもな、カラオケ専用ルームいいかな。あなたで。あんたは見ない顔だね。ああ、別荘のコーディネーターをしてるのかい。実はさ、昔から別荘ってのに憧れてコツコツ貯金してきたんだよね。あんたうちの夢を実現してくんないかな。お任せください。あんた頼りになるね。話が早くてうちも助かるよ。それじゃ詳しい話聞いてもらおうかね。コン、お任せください。今日はいろいろと世話になるけどよろしくね。それでうちの理想としてはこんな別荘なんだけど、どうかな。朝までカラオケパーティー。レイチェル様元気だな。なるほどです。素敵なイメージですね。ではアイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。カラオケか。じゃあ別にあれだね、また滝のところとかで全然いい感じよね。朝までカラオケパーティー、滝の近くがいいんじゃない。いいってわけでもないかもしれんけど、いや音が気にならんやろうけんね。この人が嫌がりそうな滝の近くでも。カラオケな。カラオケ、カラオケ。砂漠とかはなんかカラッカラになりそうで嫌よね。普通に嫌よね。こことかでいっか。なんか滝多そうやし。はい、ここで。へえ、さすがプロはいい場所を知ってるね。これはますます楽しみになってきたよ。それではレイチェル様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。アイラちゃん、レイチェル様を現地にご案内してね。まあ建物内もうるさくって外もうるさいってことになるけど、滝や。おー、いい感じに滝だね。おお、これがうちの別荘か。やっぱ実物を見るとワクワクしてくるね。ヤッホー。そんじゃ改めてよろしく頼むよ、アイラさん。ヤッホー。朝までカラオケパーティー、よし。それじゃあ、あ、そうやな。まずはあれか、この
建物の外観を植物で珍しい花を選べるようになりました。珍しい花、何これ、あ、竹か、ふんふんふん、ほんとや、黒いのとか増えとる、かぼちゃとかも増えとったね。間違えた、あれどうでしたかしら、これでいいんやっけ、でこれか、違うな、あ、こっちか、どんな感じにしようかな、この辺のはスペースが足りねえと全然足りん、いや場所を移動させればいいんやろうけど、カラオケやもんね、朝までカラオケパーティー、私これ率高い気がするめっちゃ高い気がする。んで、なんかちょっと明るい感じの色味がいいかな、ヒアシンス、ヒアシンスにしようっと、はい、オッケー、さあこれでどうしようかな、何を置こうかな、カラオケ、でも外に置きそうな感じのものって別にな別にな、ないんだけども、やっぱりまた自転車とかそういうことになるよね。まあ自転車類を入れてますか。あ、外、どうしよう。外に食べ物系も置いとこっか。シティサイクルってよりかはマウンテンバイクかな。なんとなく。めちゃくちゃなんとなく。ブラック、そしてホワイト、さあこれでここいい感じにはまりそうな、あれめっちゃ遠く行くんだけど、びっくりした、ここからか、あ、これぴったり3つやね、めっちゃ良き、ね、超良きやん、ほらほら、ジャスト、ぴったり超いい、んで、あとポップコーンマシン、ポップコーンマシンと、お菓子の自販機、自販機とか置いてあって、あ、そうやな。ちょっと待って。あと、植物。木生やしとこ。ライトアップの針葉樹。これをこの辺にポッと。あ、いいね。で、この辺に、はい。お菓子と、普通の飲み物の自販機。そしてポップコーン、あとは、あと別に大丈夫かな、この辺は何これ、ステージライト、お、すごいダイナーなネオン看板、これはなんか、なるほど。オレンジで。で、この辺に置いて、うわ、派手だな。派手だな。んで、この辺で、石畳。めっちゃ楽にできる、え、こんな感じになったん、前から、え、超楽なんやけど、え、これさ、ここでだけここでだけ、あの自分の島もこういう風にできたりとかできん
やマジでさ、そういうこういう風にやらしてほしいんですが。待って、でもなんかずれとんのがすごく気になるな。めちゃくちゃ気になるな。こっち側もやれば気にならん。待って。私島でもこんな風にできたら、もっとちゃんとやる気がする。もっとちゃんとやる気がする。どう？こんな感じ？なんか違う気がするけど、まあいいや。まあ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 。あとは、柵。柵。どうしよっかな。チャリのとこらへんに、まあ、一個だけでもつけとこうかなと思ったんや、きっと。つけるとしたらどれだ？石壁は違うな。公園の柵とかかな？鉄の柵？鉄の柵ぐらい？ここに。こんな感じで。あ、いいね、いいね。よきよき。あそこ駐輪場ってことでね。こんなもんかな。よしよし、こんな感じで。じゃあ入りまーす。なんか看板あの場所邪魔な気がしてきたな。めっちゃ邪魔な気がしてきたな。これで、違う先に。はい。この視点に切り替えといて、この二つが必須なんね。どうしよう。緑と赤。どっちでもいいけど、どうしようかな。PA 用スピーカー。PA って何？フロアモニター。モニターか、これ。アンプ。私この辺いまいちよくわからんねえけどさ、アンプって何？聞いたことはあるけどさ。どうしよっかな。赤いツートンタイル。これなんかトイレっぽいよね。アブストラクトな壁。アブストラクト。キッスの壁紙。気持ち悪いな。サイケ、サーカス、違うな。クラブの壁。これじゃない？ホワイトハニカムタイル。サーカス。やで。モノクロパネル。あ、でもカラオケこんな感じじゃない？いや、わからん。基本的に暗いけんね。基本的に暗いけん、本当にそんな感じかはわからんけど。落ち着かねえ。でもこんな感じじゃない？かわいいキノコのラグ。めっちゃかわいいやん。ここには合わんと思うけど。どうしよっかな、これで。でも黒をやったらさ、赤の方が映えるよね。ダイナーなソファ。でもあれやん。こういう、角はないんよね。角はないんすね。ちょっと待って、ダイナーのダイニングテーブル。なんか全部赤っていうのも違う気がするなぁ。まあ色は別に変えれるんやけど。ダイナーなソファ。カラオケって、待って、カラオケとかしばらく行ってないんやけどさ。どんな感じやっけ？とりあえず、部屋入ってきて、こういう感じで、並んどるわけやん。もうちょい向こうか。こんぐらいか。うわ、めっちゃくっつけたい。超くっつけたい。なんか派手すぎるな。ちょっと待って。あっちのさ、普通の、こっちのソファーの色味を変えればいいんじゃないか？何色にできる？いや、全体的に派手っすね。あ、でもブラック。よし。ブラック。で、こっちも、こっちから回れんのかーい。ブラック。角ってあったっけ？いや、あるとこもあるか。待って。とりあえずあれやん。真ん中らへんにこれがあるわけやろ？
え、スタンドマイクなんやけど。そういう前に出て歌う感じ。両側にあるんやっけ椅子って。これやっぱ端っこのコーナーいらんかな。コーナーいらんくって、これを増やして、待って、てかあれだな、やっぱカラオケって考えたら広いな。だって壁にくっついとるやん、どっちも席って。でもこんなに離れとるわけないやん。ね、ここまで離れとるわけないやん。で、真ん中にドーンってあのテーブルがあるわけやろ。テーブル、テーブル、カフェテーブル L、 いや、ダイナーなダイニングテーブル。これで色をブラック、これ真ん中にドーンって置いて、で、まああれか、寄せるか。え、待って。スタンドマイク超邪魔なんですけど。まあ、椅子こっちの方、手前に出してくるか。ね、あんな奥にあってもおかしいもんね。こんな感じで寄せて、寄せて、寄せる。うんうん。んで、この辺で歌ってくれればいいんかな。いや、椅子の後ろ、邪魔だな。全体的にもうちょい後ろに下げた方がいいか。これでこんな感じ。こんな感じかな。で、なんかこの辺斜めにできたらいいんやけどな。で、すごい気になるんやけど。んで、あとは、あと、スピーカーとかも2つ置いとくか。で、アンプがいるんかな？アンプとかってなんか、ライブ会場とかにあるイメージなんやけど。ただのイメージやけど。こういうのは、あ、マイクが邪魔だな。待って待って。はい。こんな感じで置いておいて。こんな感じで OK ですかね。はい。私、外何かしようと思ったような気がしたんやけど、気のせいか。あ、そうそう、看板の場所がなんかちょっと邪魔な気がしたんよね。いや、看板がさ、そこじゃなくって、ちょっと邪魔なんで、この辺とかに置いておこうかなと。それはそれで邪魔な気がするな。まあ、いっか。じゃあ、こんな感じで。お、もしかしてその感じは、完成したのかい？しました。やったね。お疲れさん。じゃあ、早速、完成した部屋見させてもらおうね。いい感じ？こんな感じです。本当は椅子の後ろにこんな余裕とかないと思うんやけど、まあまあまあ。何やってんの？踊ってんの？かわいい。近いよ近いよ。どういうアングル？めっちゃなんか斜めに。いやー、周りがぼやきすぎて。いい感じですかね。なんかどっかからアイス取り出したけど、あのマイクの前は行けるスペースがないってことかな。一回も行ってくれんかったけど。今日は世話になったね。こっからうちの新しい別荘生活が始まると思うと胸が熱くなるよ。あ、あとさ、せっかくだし帰る前に1枚くらい別荘の写真撮っていかないかい？やっほー。撮らせてくださいまし。オッケー。いい写真撮れるといいね。それじゃあ終わったらまた声かけてね。やっほー。ってことなんで、それじゃあ、とりあえず、レイチェルには、ここに座ってもらって、そうそうそう、ちょっと電目で曲でも決めよってよ。私どうしよっかな。
うわやっぱいけんのや。なるほどね。なるほどね。じゃあもう私この辺で座っておるか。これぐらいの角度かな。んでカメラを。カメラどれやった？これか。普通に起動すればいいんか。これで、あ、いいやん、めっちゃいいやん、これ。いや、別にこっちは向かんでいいかな。こっちは全く向かんでいいかな。そんなね、なんかあからさますぎてもって感じやけん。あ、さっきの画角が良かったんよね、私。そう、このぐらいの感じ。これぐらいか。いいんじゃないですかね。立ち上がらせてくれ。くるって振り向きたい。よっ。待って。アイナさん、お疲れ様。いい写真は撮れたかい？やっほー。帰ります。今日は本当にありがとね。帰り道も気をつけるんだよ。またいつでも会いにおいで。やっほー。なんか椅子越しに話しかけるのめっちゃよくない？なんか増えたそれ。え、前までそんな機会あった？お帰りなさい、お疲れ様。はい、今回のお給料9000ポキよ。あったんかな。なんかめちゃくちゃ自然に話が進んでいきよる。今日はもうお仕事終わる？それとももう少し働いていく？終わります。よかったわ、ゆっくり休んでね。ふう、もうなんか、あったような気がしてきた。これいっぱいあったらさ、なんかあのユニクロの棚みたいなんできるんやないん？この服の陳列シェルフ S は3600ポキか。買っちゃいましょう。いいね、いいね。あれ、こういうのさ、普通に島にもなかった？茶色いやつやけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、もう結構やってきたような気がする。ね。次の施設はいつなんやろうっていうのをちょっと若干楽しみにしとるけど。この島の発展。